さあ、最近遊びました、ウィンドウキルというね、ウィンドウを使ったローグライクアクションゲーム、アップデートで日本語に対応しまして、制限時間モードやっていきますか。キャラクターがいないんでね、ちょっと増やしたいですけど。結構増やす条件が大変だったので、狙っていけばできるかな。マルチショットを8回とか、体力を50まで上げるとか、そういう感じでしたね。一つのランの中で寝らないといけないから、まあ、今回ちょっと制限時間モード。20分生き延びたおかげで増えたモード。20分のモードですね。これやってみますけど、前回20分生き延びたんで、同じならいけるはずですけど、どうですかね。で、これこういう狭くなる、まあ、あるいは広がるウィンドウの中で戦うんですけど、タブを使って敵を攻撃したりね、タブを使ってこう、このウィンドウの外側に敵がいて、それが見えないんですけど、見えるようにしたり、ボスがタブで出てきたりとかね、ウィンドウがベースのゲームですね。ちょっぷん、いきますか。お、スピード。で、3つ揃って安くなるんで、そういう狙い方もしたいですね。それこそマルチショットを集めてやろうかな。ロックができるから、あそこはコントロールして使うことができると。リロールして、まあいいか。ドロップ増加、あ、これあれだ、お金が増えるやつだね。だ、この辺翻訳されたので、回復凍結とか、まあ説明自体はね、そんな細かくないんで、それでまあ覚える感じかな、使って。回復はいらないけど、リロールすると値段上がっていくんで、あんまり回したくもないし、うまくマルチショットを取りたいなと。ドロップ増加。あ、これ回してもいいですね。範囲ダメージ。あ、もうボス早っ。まだ2分じゃない？あいつはタブで出てきますからね。別の。つなぎに行かないといけないし。いや、動くのめんどくさいですね。内臓今攻撃する方法がないから、この撃つ方法しか。もう倒せんじゃないかな。まだか。もういけるでしょ。よし。範囲ダメージ、発射いけますね。で、回そうか。あ、HP 増加。壁パンチ。なかなか出ないな。そもそも出ないですね、マルチショット。あ、で、ここでドレイン取りましょう。これ、ここにいる敵にダメージ与えるというもので、まあ、ボスとかにも使えるし、万能的なもんだね。こういう中心に取られてないって意味ないから、この周辺にいたいなと。青色の雑魚ぐらいなら入ったらすぐ死にますね、これで。よし。ピンク色撃ってくるやつは近づいてこないので。あいつは撃たないといけない。回復。貫通。壁パンチ、そんな強いかな。リロール。周りちょっと出ないっすね。ちょっと、出ないことにはもう集めようもないな。取らないといけないのか、あのしょぼいやつらも。
もったいない気するんだけど。20分だとそんなにね、大変じゃないのかな。前回ギリギリ頑張ってそんなもんだったと思うんで、ボスが多かったりするのかな。スタート2分早いんですかね。お前か。発射速度、スピード、回復残したい。回復残しリロールで、マルチ全く出ないんですけど、あれ1回しか俺引いてないよね。あいつはね、割と楽かな。顔の方に入れてドロップゾーンか。開けたからといってそこが安全でもないので、敵がいますからね、そこに。普通に新しい敵でした今。でも顔はこれかな。痛い。もう死んでるいつの間にか。ナイス。で次はこちら、衝撃波でこうやって広げます。あ、揃った。これ安くなるんで、こういう狙いをしていきたいんですけど、あまりちょっと来ましたね。いった。なんだいつ。あ、この潜ってるタイプの敵がいるんだね。ちょっとさっきからいたかな。前回いなかったですね多分。まあ、ちょっとあえて取らずに、安くして毎回取っていけば値段が倍々になっていくと思うんですけど、安く買えば多分大丈夫で、大抵死ななければ大丈夫と。このね、このウォートラップ邪魔なんですよね。出てきた。出てきたよ。いらないそれ。ロックして回してもいいけど、まあ回復まだあるからで、ロックだけしとこうかな。回して取ってもいいと。動かしながら、あれも重要な攻撃手段ですから。こいつ何気に一番嫌いなので、ちょっと苦戦してます。よし、回復。回復あそこに置いとかないと不安でしょうがないね。いや、マルちょっとマジ少なくね、ちょっと前回より少ないんじゃないこれ。もう8分ぐらい戦ってるけど、なんなら最悪くらいですね。ちょっと出なささについてちょっとやばいです。よし、
で監視って能力あるんですけど、いらないかなと思ってまして、回した方がいいかな。出ないか。あ、出た出た出た。これでまたリロールしてもいいし、買ってもいいし、出ればすぐ買えるので、これ繰り返せば今でも取れるんじゃないかなと思うので、リロールが安いね。来た来た。これで買う。でまた出すみたいな。ここにここをクリックっていうので、こう止めずにね、押していく。こいつは比較的簡単な敵ですね。介護くんでめんどくさいですけど。落ち着いて、よし、 OK。 雑魚をいなしながら倒さないといけないって感じで、リロール、あ、でも安いのか、取ってもなって感じはするけど、あー、リロール、いや、リロール高くなってきた。いや、これで揃えばずっと安く買えるから、単発で買うより安くなると期待したいんだけど、あと右に出る安さ次第かな。やっとそうだね。将棋か、将棋か。お、でかくなった。見たことないのか記憶にないのか、敵がいっぱいです。いや、出ないな。まず狙った方法でね、行ってみてますけど、ドロップ増加入れる。来ましたね。で1000だから、まあ絶対安くしないとって感じで、これ回した方がちょっとずつ削って、どこは顔なんだ。もし回復いいね。次またドレインかな。体力50であれば、なんかそっちの方が早い気がするな。新キャラそっちもあったんで、体力狙いでもいい気するな。あと2回取って回復すればいいもんね。よしよしよし。
そんなこれ戦うならもちろんどれに真ん中に。ああーよしよし、来た来た来た。これで新キャラ来ました。よし、マルチョットもうどうでもいいな。じゃあまあまあ、マルチョットまた別のキャラですけど、飛べずに使いたいよね、ドレイン。まあ、いけるか。よし、痛いで。ドレインアップで、ちょっとでかくなりましたね。引き寄せ。いや、もう諦めようか、マルチちょっと。今3回分でしょ。全然引けてないもんね。普通に引いていくとすると1000か。でも安くて半値でしょ。他の値段との差でいけば、だいぶ高いから、揃えた方がいいんでしょうけど。これドレインのパターン入ってます。動いたのでどうしよっかな。もう一回買うか。スピード、うん、引き寄せもそんな使うもんじゃないしね。あいつはもう時間で倒しまして、シンプルに生き延びようかなと。その間は リロール、うーん、いやないから引いちゃおう。2000か。いやでもこれやっぱ高いな。たまたま揃うっていうのはそうだもんね。マルチショットは揃えた方が良さそうだな。揃わなかったですけど、全然それでも。スタンクだと回復とかは多分きつくなってくるんですよ、この辺から。あ、動いてる動いてる。じゃあっと倒した。引き寄せはしない。倍増。さあ嫌な敵来ましたね。
さっさと倒したい。一旦ちょっと離れようか。曜日ドロップ増加、範囲ダメージ、回復が欲しいね。左上なんかあれで良さそう、倒せそう。この隙に倒したいね、広いうちに。よし、いけ、ドレイン。オッケー。ナイスナイス。回復がない、回復が。あ、出たけど、まあ一番楽かな。これ動くやつか。これタイミングはこう広げた時に広さを使って逃げながらね、やっていくと。やばいやばい、危ない危ない。倍増や、まあそう。やばいやばい、回復が、体力でもなんでもいいんだけど。倒せ。よし。もし回復きた、オッケーオッケー、助かりまして。マルチショット2068、パッケー貯めれなくはないけどね。まあ確実拾ってこうかな。まああとでも2分、あと2分で2000から無理だね。3あるから衝撃波でしょ、これは。どういう強化があるか分かんないですけど。まあスライムだ。マルチいきます。お、発射速度3600。だっけ、半年にしても1800あるけど。生き延びるんであれば雑魚さえ倒しておけばそんなにやられることはないかな。生き延びるだけならね。これまあきついっちゃきついですけど。3600はないな。予備壁パンチ、まあ、安いもんで交換するみたいな感じでいくかも。回復とかが欲しいから、引き寄せするか。エコー、エコー使うタイミングありますよね。ただ赤いくないっす。引き寄せはね、経験値がやっぱ落ちるようなタイミングでやればいいんで、比較的簡単ですけど。あのはぐれスライムを倒せ。うっとしうっとし、よし。
右上、左上か、あれでいいんですけど、ちょっと左下とかのハグレードも倒さないと。いでいでいで、あ、もうちょいもうちょいもうちょい、あ、ダブルダブルダブル、スパイカー2体。こいつ倒したこいつ、よし、スライム進出してくるね。エコースピードドロップ増加、あ、20回復、これで56体力。今エコーだいぶ刺さったんじゃないですか、囲まれてたんで。オッケー、いい、今引き寄せ欲しいですね。倍増、倍増の数が増えるとしてどういう意味があるんだろう。お、触りました。こっち簡単ですよ、簡単というか20分生き延びるだけなんで。ゲストまた始まっちゃうんですけど、一応ちょっと今回ね戻りますよ。まあ日本語対応してね、まあもともとそんな大した、説明文とかあるゲームじゃないんで、まあよりやりやすい、まあこういう、それこそ実績か、キャラクター解除のためのやつが、まあ、はてなはてなはてな倒すか分かんないですけど、どうやってアンロックできるかはね、これ簡単に分かるようになったんで、一応狙ったのはこのレベル8のマルチショットで、まあ今も多分5とかなんだと思うんですけど、3つ揃えて安くなるじゃないと結構きつそうかなと。でスパイカーを10回倒すっていうのも、あ、現在これだから累積っぽいか、1戦で10じゃないよね多分。新キャラはあとあれか、難しい方だとあのマルチのやつね。一応ハートキャラクター来ました。強いのか分かんないですけど、ゼフィール